秋坊でございます。今日は東住吉をうろうろしてるんやけれども、ここ前から気になったホルモン屋さん、この駒川ホルモンさんが開いてたんで、ちょっとここで飲んでみよう。いやー美味しそうな感じ。な僕ね、豚のホルモン大好き。ここね、今聞いたら豚のホルモン専門やってそういうことで、私大好きガツミナを2本で、ホルモン2本で、油2本で、ハラミバラ2本、全部2本ずつ。あ、そうですね、お願いします。あ、おすすめどれですか？鉄砲。じゃあそれも言ってみましょう、鉄砲。おすすめ。なかなかいい感じの立ち飲みやさいの。そこでまず行ってみましょう。ありがとうございます。うまいね。ではまずは油からいっておきましょう。油1本80円でございます。いただきます。ここね、豚ホルモン専門店、あの豚ホルモン私最近ハマってるよね。うまいとこ。油小腸の油やって、うまい。はい、森本さんやってきました。はい、ホルモン、油です。油、え、これはホルモンと、はい、鉄砲。なるほど、ゾクゾクとやっていた。油が甘い。油が甘い。やってきました。これがホルモンで、ホルモンで、これがガツミの、ガツミので、これが人気の今日は鉄砲でございます。ではでは、ホルモンからいっときましょう。ホルモン、これが80円でございます。あ、これが小腸大腸で、これが慣れ親しんだホルモンの感じが、うまい。80円やからな。うん、で、これがガツミの、多分ガツシンってやつちゃうか。これが胃袋、これ好きやねん。そうそう、私このガツミの歯応え大好き。うん、この牛肉でいう、まだニノより、あのニノね、牛肉のニノよりコリコリした食感。うん、これも80円やから、これでいいよ。あー、うまいかな。ということで次が鉄砲を言うて直腸、今日のおすすめらしいわ。直腸行ってみましょう。うん、これ一番最初に食べた、油によく似てんな。なるほどな、これは油っぽい感じが。だから油で一本さ、80円とかでいただけるホルモンってええと思えへん。ビール、これがハラミやな。ハラミとハラミいただきましょう。うん、これは1本130円、ええ歯応え。どんどん
うまい、うん、あ、やっぱ、うまっ、ねえ、ではでは最後バラでございます。いっとこ、ここでも1本130円でございます。うん、まあバラはホルモンというより、まあ、お肉やと思うんやけど、やっぱり豚のバラ安定したうまさやな。ホルモンもええんやけどな。でもホルモンの中で一番私お気に入りがガツミの、あのいわゆるガツシンってやつね、あの胃袋、これうまいから食べてみて、うん、豚のホルモンでせんべろか、ええな、うまめ。ここね、何よ、前まで気になっとったお店やねんけど入ったことなかった。今日初めて入って大感激。ビール、ああ入ってもうた。ということで本日はこちらの駒川ホルモンさんにお邪魔して食べて飲んでました。ここさ前から気になっててん、お昼間は当然やってへんから、前あの歩くたびに、歩くたびに通るたびにさ、うわホルモン屋さんやわ行ってみたいな思って、今日初めて来れたんやけど、見てもうたようにめちゃめちゃリーズナブルであのホルモンいただきます。あのちなみに言ってたように豚のホルモン専門なんで、ね、それも一口80円やからめちゃくちゃ安いやろ。そうでほんませんべろしたい方、この駒川のお店ともう一個ね、阿部野にもお店があるらしいね。まあ同じあの駒川ホルモンのお店やねんけどもね。ということでまたこの駒川ホルモンさん、あのホルモン食べたい時には来てみてはいかがでしょうか。ということで本日も長々のご視聴ありがとうございました。ということでコメント高評価チャンネル登録お願いします。ということで次回の動画もお楽しみにね。バイバーイ。